街を見て回れて本当に楽しかったけれど、すごく険悪な雰囲気だったわよね。親子の会話とは思えないくらい。というか結局何をしに来たのかしら。こんな時間に誰かしら。気持ちだったし、いい気分転換になるかも。わかりました。お茶でも入れますから、そちらの席にどうぞ。え、本当？やったー、ありがとう。イズルから聞いたんだよ。君から協力してくれって言われて、みんなで探しているって。どう？見つかりそう？いいえ、それがまだ。今日の放課後、皆さんに見取り図を渡して少しずつ探していただけるようにお願いしたのですが、情報も少ないですし、今からというところですね。そっか、まあもともと噂だものね。でも、もし100年以上も語り継がれているような話なら、本当にあるのかって気になるよね。そうですね。栗原先生なんか、100年前に花が咲いているのを見たそうですよ。へえ、そうなの？あ、ねえねえ、そういえばさ、今日先生院さんと一緒に出かけていたでしょ。どこに行っていたの？よくご存知ですわね。ふん、君のことなら何でも分かっちゃうんだ。っていうのは冗談だけどさ、君たち自覚している以上に目立っているんだよ。清涼院で君たちのことを知らない人はいないからね。二人で出かけていったらすぐ噂になっちゃうよ。そうなんですか？私も一時期いろいろ言われていたみたいだし、悪目立ちだと思うけれど。それでどこに行っていたの？町の方へ行っていたんですよ。そのシロが一緒にどうだと誘ってくれたから。へえ。でもさ、千住院さんって最近忙しそうにしていたじゃない。君のためなら時間を作っちゃうなんて、愛されているんだね。そうかもしれないとは思うけれど、人から言われるとすごく恥ずかしい。ねえねえ、君ってさ、千住院さんとは幼なじみだったんでしょ？そうですけれど。で、私そんなことまで言いましたっけ？子供の頃の千住院さんって一体どんな感じだったの？どんなって今のままだけれど。難しいわね。なんて答えればいいかしら。今とは
少し違いましたね。違うってどんなところが？例えば今よりは裏がなさそうな感じ？そうですね。なんと言いますか、昔はもっと素直で子供らしかったですよ。そんなのいくら清純さんだって昔は子供らしくて当たり前でしょ。まあそうですわね。それでさ、昔から君と清純さんは友達だったわけだよね。やけに興味津々ね。あまり話せることはないんだけれど。そうですわね。まあ友達だったと思います。ということは君にとっての初恋の相手だったりする？つぼし！本当に君の初恋の人だったの？しまった。ああ、ええ。直接伝えたわけではありませんでしたけれど、確かに恋心はありました。それから清涼院で再会してまた恋に落ちたの？すごい、なんだか恋愛活劇みたいな展開だね。言われてみれば確かに。集会なの？
あら、あなた聞いていないの？何でも1年を通して一番優秀だった生徒を表彰するらしいわよ。ということはやっぱり千住院さんかしら。確か去年も表彰されていたわよね。そんなものがあったのね。知らなかったわ。それでは今期清涼院で最も優秀な成績を収めた者を表彰する。千住院四郎、前へ。はい。やっぱり表彰されるのは四郎か。まあ当たり前かしらね。本当にすげえよな千住院って。何をやらせても様になるもんな。いや、あそこまで完璧にやられるともう尊敬するしかねえよ。恋人が認められると思うと私も嬉しく感じるわね。それにしてもシロって本当にすごい人なのよね。すごいな。やあ、ことこ、朝からお疲れ様。朝大地さん、ごきげんよう。君も見ただろ、やっぱり四郎が表彰されたね。相変わらずすごいよあいつは。君も後であいつのことを褒めてやるといい。賞状なんかよりよっぽど喜ぶよ。ではそうします。でも私が褒めたところでどうなるんだか。で、こんな考え方ダメだわ。卑屈になっている。ねえ、君はさ、大丈夫？え？大丈夫って何がですか？いや、なんていうかさ、シロってあの通りすごいから、あいつの隣にいるといろいろと思うところがあるんじゃないかなって。俺の勘違いだったらいいんだ。でも君は四郎の恋人だし、今あいつに一番近い場所にいると思うから。俺もだけどさ、四郎だって人気者だし、君が周囲からいろんな目で見られることもあるんじゃないかと思って。もしかして阿佐ヶ谷さんでもそんな風に考えたり見られたりしたことがあるのかしら。それでも私はシロと一緒になりたいんだもの。まあでもあいつはあいつでいろいろあるから。だから君も大丈夫ですよ。私シロの隣に立ちたいんです。隣に立つ？はい。今はとても遠くにいて足元にも及びませんけれど、でも努力したいと思います。いつかきっと並んでみせます。だから大丈夫ですよ。いっそ悩むよりも動く方がいいわね。シロは先に卒業してしまうし、私もとりあえず卒業を目標にすることを考えよう。
まったく君はすごい子だね。だからこそ素人もうまくやっているのかな。俺は同じ土俵に立つことすら諦めてしまったというのに。阿佐ヶ谷地、ごとこ、何をしているんだ。いや、別に何も、シロウが優秀だねって話をしていただけだよ。ちょっと、阿佐ヶ谷地さん、というか、どうしてこんな体勢に。手を離せ、阿佐ヶ谷地。お前、彼女にちょっかいを出しすぎじゃないか。へえ、焼いているのか。ま、別にそんなつもりじゃないけどさ、たまには彼女と二人で喋らせてくれたっていいだろ。いいから早く話せ。そんなに怒るなよ、ほんの冗談だって。じゃあことこ、呼び止めて悪かったね。俺はもう行くよ。まったく、少し油断するとあいつは。おい君、阿佐ヶ谷地に何をされた。何もないだろう。そんなことないわよ。今話していたのはさっきの表彰のことで、あれは本当にすごいと思ったもの。あなたが認められていると思ったら私まで嬉しくなったわ。別にそう大したことじゃない。とにかく君は隙がありすぎる。少しは警戒することを覚えるべきだ。特に阿佐ヶ谷地に対して君は認識が甘いところがある。あいつにあまり気を許しすぎるな。大丈夫よ、心配しすぎだわ。阿佐ヶ谷地さんはどんな女性にも同じように接するじゃない。あなたのいとこだから私とも話す機会があるだけだわ。そういうところが心配なんだ。君のことを特別気に入っている節があるから。そうかな。やっぱり心配しすぎだと思うんだけれど、まあ否定してシロの機嫌を損ねる必要はないわね。わかったわ、あなたがそう言うのなら気をつける。私はシロの隣を歩けるわよね。調べ物があって、向かいに
座ってもよろしいですか？別に俺に断る必要はない。好きにすればいい。はい。とっさに向かいに座っていいかって尋ねちゃったけれど、ちょっと気まずい。なあ、百年桜はどうだ？まだ手がかりはありません。そうか。俺もいろいろと調べてはいるが、今のところ成果はないな。百年に一度というくらいだし、相当な樹齢のはずだ。そうなると目当ての桜はかなり絞れるはずなんだが。そうですよね。校舎の周辺も一応調査対象にしていますが、その辺りの木はみんな細いですし、あるなら森の中だと思うのですが。まあ情報が少ないんだ。地道に探すしかないだろう。俺も自分に分担されたところは確認しておく。何かあったらあんたにも連絡するから。ええ、ありがとうございます。照れ隠しね。卒業のことも考えようと思ったばかりだし、百年桜のこともあるし、やることが多いわ。素人のことも考えて、あと葛城さんが四郎のお父様は優秀な鬼が欲しくて清涼院に来たんだって言っていたけれど、あれって本当なのかしら？本当だったらシロに教えた方がいいかもしれない。お前ら昼休みにまで勉強してんのか？なんつうかバカみてえに真面目だな。草加先生。教師思いでいい先生なのに口が悪いわよね。で、そうだわ、草加先生ならシロのお父様が来た理由を知らないかしら？先生、少しお聞きしたいことがあるのですが。なんだ、勉強の質問か？いいえ、そうではなくて、昨日清涼院に来客があったと聞きました。その方は鬼の生徒を探しにいらしたのですか？どこでそれを聞いた？先日栗原先生が近々来客があるとおっしゃっていました。それから昨日の夕方、千住院さんのお父様を門のところでお見かけしましたので。ああ、そうだ、確かに昨日千住院の父親が来たぜ。千住院の父親って優秀な主で家族議員をしているという？そうだな、複数の鬼を従えている主だ。何期も家族議員を務めていて、この国でも相当な発言力のある男だな。新聞で千住院の名前を見たことはあったけれど、あれ、四郎のお父様だったんだ。ことお前らには言いたくねえんだが、まあいずれバレちまうだろうし。さっきお前が言った通りだ。鬼の生徒を探しに来たのですか？正確にはここにいる鬼の生徒の名簿をよこせって言われたんだよ。だが断った。情報は何一つ渡していない。それってどういうことですか？
鬼の生徒に関する情報をどうするつもりで。若くて優秀な鬼が欲しいんだとよ。今も複数の鬼と契約しているんだが、もっと多くの鬼が必要だと言っていた。やっぱり契約をしたいということなのね。葛城さんの話は本当だったんだわ。あの、日下先生はどうご対応されたんですか？鬼の生徒が欲しいと言われて。情報を渡さなかったっつっただろ。当然断ったさ。だいたいうちは昔から外部の主に対して鬼の生徒の斡旋なんかしてねえからな。ですが、そんな優秀な主と契約できれば鬼としては幸せなことではないのですか？俺は別に契約したいわけではありませんが。清涼院内での主と鬼の契約は認めている。だがいくら相手が優秀な主だとしても、外部に関してはそういうわけにはいかねえんだよ。それに先生、髪が。ま、ここにいる間は俺がちゃんと守ってやるよ。だから安心しろ。お父様が鬼をどう扱っているのか。